今回の水害リスク情報の重要事項説明動画のナビゲーターを務めさせていただきます石田歩美ですどうぞよろしくお願いします近年、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風など甚大な被害をもたらす大規模水災害が頻発化していますこうした水災害による被害を踏まえ 不動産取引時においても、水害リスクに係かかる情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。そのため、令和2年8月、宅地建物取引業法施行規則が改正され、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地が重要事項説明の 対象項目として追加されましたこの動画では水害ハザードマップの基本的な内容や重要事項説明時の具体的な説明方法などについて解説していきますここでまずこちらの水害映像をご覧ください

見ていただいた映像は、平成27年の関東東北豪雨の時に決壊した絹川堤防の近くにお住まいの方が、家屋の2階から撮影した映像です。この映像を見てもわかるように、水害から命を守るためには、普段からリスクを認識し、いざという時に早期かつ確実に安全な場所に避難することが重要です。 土地建物を取得される方が自らの命や財産を守る上で宅地建物取引業者からの情報提供が大変重要となりますさてここでは重要事項説明に用いられる水害ハザードマップについて説明いたします水害ハザードマップとは 浸水想定区域などの水害リスクに関する情報と避難に関する情報を提示したマップになります河川が溢れる洪水災害の場合浸水が想定される区域や浸水深などを国や都道府県が指定しますその情報をもとに市区町村が避難場所などの避難に関する情報を重ね合わせ 水害ハザードマップとして作成・公表しています宅地建物取引業法の解釈運用の考え方に記載されている水害ハザードマップとは水防法第15条第3項の規定に基づいて市区町村が提供している洪水雨水出水高潮の3種類の水害に対応した ハザードマップを指しますそれではこの洪水ハザードマップを一例としてどのような情報が記載されているかを見ていきましょうこの暖色系で塗られている部分は想定し得る最大規模の高雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域とその浸水の深さいわゆる浸水想定区域と 浸水深を表しています浸水深はその深さごとに異なった色で表示されていますこちらは岡山県倉敷市真備地区において平成三十年七月豪雨により浸水した範囲と水害ハザードマップで示されている浸水想定区域と重ね合わせたものですこちらを見ると 実際の浸水範囲と水害ハザードマップで示されている浸水想定区域とが概ね一致していますこのように水害ハザードマップに示されている水害リスク情報は実際に起こりうると認識する必要がありますこの川沿いに示されている模様は河奥東海等氾濫想定区域というもので 洪水時に、家屋倒壊するような激しい氾濫流等が発生する恐れが高い区域を示しています。この、家屋倒壊等氾濫想定区域や、先ほど説明した浸水深が深い区域などは、早期の立ち退き避難が必要な区域として、水害ハザードマップで明示されている場合もあります。 この早期の立ち退き避難が必要な区域は、浸水想定区域内の中でも特に注意が必要な区域となっています。緑色の記号は、避難場所・避難所を示しています。避難場所や避難所は、住民等が避難する上で大変重要な情報ですので、 不動産取引時の重要事項説明にあたっても注意が必要ですこのように水害ハザードマップには危険な箇所や注意すべき箇所が多く示されていますまた地域によっては複数の河川が流れている市区町村もあります水害ハザードマップは河川ごとに作成されている場合もあれば 1> 1枚で複数の河川の情報を重ねてて表示している場合もあります。取引対象物件の所在地が複数の水害ハザードマップに含まれている場合はその物件の所在地が含まれるハザードマップそれぞれについて説明する必要がありますのでご注意ください。なお、市区町村によっては、 水防法の規定に基づき作成されたものでないハザードマップを公表している場合もありますので詳細についてはそのハザードマップを公表している市区町村にお問い合わせください。不動産取取引引のの重要事項説説明明ににおいて、て、対象物件の所在地を説明するにあたって 具体的な説明方法は次の通りです。1水防法に基づき作成された洪水雨水出水高潮の水害ハザードマップを提示し対象物件のおおむねの位置を示すこと2市区町村が配布する印刷物または市区町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって 入手可能な最新のものもを使うこと3ハザードマップ上に記載された避難所について合わせてその位置を示すことが望ましいこと4対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。水害は いつどこで発生するか分かりません水害ハザードマップに示された取引対象物件の水害リスク情報は不動産取引時において契約締結の意思決定を行う上で重要な要素ですのでこれらの内容に留意して説明するようにしてください。 ここからは Q&A 形式でよくある質問についてお答えしていきます質問1説明に必要な水害ハザードマップはどこで入手できますか取引の対象となる宅地または建物のある市区町村のホームページから入手することが可能ですまた市区町村によっては 紙での配布のみを行っているところもありますので掲載がない場合当該市区町村の担当窓口までお問い合わせくださいまた国土交通省では各市区町村が作成したハザードマップへリンクし地域ごとのさまざまな種類のハザードマップを閲覧できるサイトとしてハザードマップポータルサイトを作成しておりますのでぜひご活用ください 質問2水防法に基づく水害ハザードマップとはどのようなものを指しますか水防法に基づく水害ハザードマップとは水防法第十五条第三項の規定に基づいて市区町村が提供する洪水・雨水・出水・高潮に関する水害ハザードマップを指します市区町村によっては 過去に浸水した場所や道路の冠水箇所などを示したさまざまなハザードマップを公表している場合もあります詳細については、そのハザードマップを公表している市区町村の担当窓口までお問い合わせください質問3水害ハザードマップ上で宅地建物の位置が特定できない場合、どうしたらよいですか 本説明義務は、水防法に基づく水害ハザードマップにおける宅地または建物の地盤まで正確に示すことを求めるものではなく概ねの位置を示せば足りることとなります位置が不明な場合は、各市区町村にお問い合わせください質問四、取引の対象となる宅地または建物は 浸水想定区域の外にありますがそれでも位置を示す必要はありますか取引の対象となる宅地建物はその所在地が浸水想定区域の外にある場合でも水防法に基づく水害ハザードマップにおける位置を示さなければなりませんその場合は浸水想定区域の外であるからといって 水害ののリスクがががなないいいとと取引の相手方が誤認することがないよう配慮してください質問5浸水想定区域に該当しないことをもって水害リスクがないと相手方が誤認することのないように配慮することが望ましいとありますがこの場合の説明方法はどういったことが考えられますか 例えば水害ハザードマップに記載してある雨の降り方や土地利用の変化等により地図に示した浸水区域以外のところでも浸水することがありますのでご注意ください。洪水浸水水浸浸想定定区区域域にに指定されてていいいない区域においても、がが発生すす。る場合がありますというような文言を相手方に示しながら当該文言を読み上げた上で 詳細については、市区町村に問い合わせるよう案内することが考えられます。質問六、宅地建物の所在地のみを説明すればよいのでしょうか。それ以外に何か説明する必要はありますか。近隣にある避難所についても、説明が義務付けられているものではないですが、その位置を示すことが望ましいです。 また、水防法に基づく水害ハザードマップは、必要に応じて変更される旨も合わせて説明することが望ましいです。なお、水害ハザードマップに記載されている詳細な内容の確認については、当該水害ハザードマップを作成した市区町村に問い合わせるよう、相手方に伝えることが望ましいです。 質問7水害ハザードマップ上に記載された避難所について合わせてその位置を示すことが望ましいとされていますがこの場合物件の所在地から最も近い避難所の位置を表示することでよろしいのでしょうか。位置を示した避難所が最適な避難所であると相手方が誤認することのないよう 物件周辺の複数の避難所の位置を水害ハザードマップにて示すことが望ましいと考えられます。なお水害ハザードマップに記載されている避難所についての詳細な内容の確認については当該水害ハザードマップを作成した市区町村に問い合わせるよう相手方に伝えることが望ましいです。質問8。 市区町村から水防法に基づく水害ハザードマップを作成していないと言われましたハザードマップを市区町村が作成していない場合ガイドラインにおいて市区町村への紹介をもって調査義務を果たしたことになるとされていますがこの場合はどのような説明をすればよいのでしょうか水害ハザードマップが存在しない旨の説明をすればよいでしょうか 取引の対象となる宅地または建物が所在する市区町村において水防法に基づく水害ハザードマップが作成されていない場合は当該宅地または建物が所在する市区町村においては水防法に基づく水害ハザードマップは作成されておりませんと説明する必要があります。質問9。 ため池ハザードマップや浸水実績図についての説明は不要ですか本説明義務は、ため池ハザードマップ等の水防法以外の規定に基づくハザードマップまで説明することを求めるものではありません。質問十、河川ごとに水害ハザードマップが作成されている場合は、 それぞれれぞ説明ししなななければならないのでしょうか。河川ごとに水害ハザードマップが作成されており取引の対象となる宅地または建物の所在地が複数のハザードマップに含まれている場合は当該宅地または建物の所在地が含まれるハザードマップそれぞれについて説明する必要があります。 ご理解いただけましたでしょうかこの動画では水害ハザードマップの基本的な内容や重要事項説明時の具体的な説明方法などについて解説してきました水害はいつどこで発生するか分かりません土地建物を取得される方が自らの命や財産を守る上で宅地建物取引業者からの情報提供が 大変重要となります引き続き不動産取引時の重要事項説明において取引対象物件の水害リスク情報を適切にお伝えいただきますようお願いいたします。